ファルネーゼ様が旅をお続けになられる以上、私も従者としてあなたとうまくやっていこうと思います。ですが、もしもファルネーゼ様が命を落とされるようなことになれば、その時は…確かにファルネーゼがさらわれた。静かに。トロールは必ず群れをなすのです。あなたたちもこちらへ。
いでこの辺りから立ち去った方がいいです。失礼ですが、あなたの剣の腕では次は命を落としますよ。何？大丈夫か？何があった？それが、トロールに囲まれたところに魔女が現れて、魔法でトロールを追い払ったんです。魔女？でもガキンチョだぜ。おめえにしちゃ上出来だ。まあ、二人とも無事で何より何より。ガキにしやがった。どうしたアイシドロ？なんでもねえ。行くぜ。うざって連中だぜ。危険ですよ。お前が死んだらキャスカをどうすんだ。大丈夫か？魔女？いや、まあ、二人とも、どうし、
ざって連中だぜ。囲まれたようだな。何だろうとお構いなしですか。ほどにもね。私はイノック村のモーガンと言います。この怪我じゃ一人で帰るのは無理だよ。送ってあげようよ。
し訳ありませんが、このまま村に帰るわけには、どうしても行かねばならんところがあるのです。村は今トロールに襲われ、全滅は時間の問題。それで言い伝えにある魔女に助けを請おうと考えたんです。魔女の館か。よし、一挙魔女探しだ。うざって連中だぜ。ここら辺トロールが出るぞ。そんなの怖くないよ、へっちゃらだよ。トロールに食われちまっても知らねえからな。大丈夫、俺たち魔女にもらった武器があるんだ。魔法の木の実さ。魔女、お前ら魔女に会ったのか。にも行ったことあるよ。おい、それどこにあるんだ。教えてほしかったら捕まえてみな。ベーケ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 。このクソガキ、待ちやがれ。どこ行きやがった、あのガキども。うざって連中だぜ。そうです。チェチェ、この剣は力だけじゃねえ。どうしたんだよ、いつも見てぶっ飛ばしちまえ。チェ、大丈夫かよ。
Ah!
剣は力だけじゃねえ。
捕まえてみな。お前バカな。堪忍袋ぜ。うざって連中だぜ。どきやがれ。Thank you.
力だけじゃねえ。教えろよ、こっちは急いでんだ。わあ、あ、なあ、バーカ、魔女の館を教えてほしかったら今度こそ俺たちを捕まえてみな。ほんとバーカな。中だぜ。
どけるな！力だけじゃねえ。
相手が何だろうとお構いなしですか。俺も助けて！トロールだ。やばいぞ、囲まれてる。おい、お前ら木の実はどうしたんだよ。落としちゃったんだよ。だからガキは
前にかまってる暇はねえんだ。俺様に任せとけ。じゃあ勘弁してやるぜ。帰んな。だぜ。どけるな。しかなさそうです。どけるな。こりゃ切れないよ。マジで。この間抜け面の石像は石像じゃないぞ。ゴーレムって言って魔女の召使いの泥人形だ。
そいつから離れろ。待ってください、話を。話の通じる相手じゃねえ。突っ込んでな、じいさん。うざって連中だぜ。こりゃ切りないよ、毎度のことだけど。レイデー、レイデー、上なんてもんじゃねえ。なってません。魔女ガキ、私はシール家お嬢様がお会いになられるそうです。どうぞこちらへ。私はイバレラ、この子のお目付け役よ。ようこそ霊樹の館へ。私が当館の主、フローラと申します。楽院のお二人、お会いできて嬉しいわ。お待ちしていました。ばあさん、あんた一体。ちょっと待って、今はそちらのお話の方が先だわ。トロールのことね。はい。残念ながら私にはお力添えできません。
時が迫っているのです。でもご心配なく、シール家、力を貸しておあげなさい。ご師匠様、そんな、私は…皆さん、どうか我が弟子にお力添え願えませんか。無償でとは申しません。あなた方が戻るまでに私は御符をこしらえましょう。烙印の力を消し去ることはかないませんが、あなた方が取り憑かれることは防げるはず。その話、乗ったぜ。ありがとうございます。よろしくお願いします。お渡しするものがあります。精霊の加護を授かった魔法の武具です。これがあれば皆さんもトロールと対峙できるでしょう。まずはセルピコさんには風のエレメンタル、シルフェの剣とフードを。イシドラさんには火のエレメンタル、サラマンデルの探検と性別した魔法の木の実を。女性お二人の鎖片びらとナイフは魔除けの力がある銀でできています。使い方は、使い方は俺様にお任せ。基本は今までと同じ L2 ボタンを使う。 L2 ボタンを押しながら四角ボタンでセルピコ、 L2 ボタンを押しながら丸ボタンでイシドロが使えるぞ。それでは実際に呪物を使用してゴーレムたちと戦ってみてください。この俺が人助けたな。まあそれなりの見返りはあるか。あいつなんて大きさ。やっちゃえ。頼みましたよ、精霊さんたち。
頼みましたよ、精霊さんたち。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 
頼みましたよ、精霊さんたち。母さん、あんた言ったな、俺たちを待っていたと。あれお告げがあったの、閣僚の友人から。楽院の者たちに力を貸してほしいと。力を貸せ、一体誰が。まあいいさ、あんた、こいつを知ってるか。ベヘリット、閣僚の真相と宇都葉を結ぶ鍵。五人の見つかりを召喚するための呪物。教えてくれ、奴らゴッドハンドを呼び出す方法を。これは叱るべき時、叱るべき者の手にある、そういうものよ。人の意志の及ぶところではないわ。神のみぞ知るってやつか。ゴッドハンド、やつら何者だ。私たちにとって大いなる謎の一つ。分かっているのは、かつては人間だったということだけ。声をかけてあげればよろしいのに。ほんと、たくましい子たちだこと。少々危ういところもあるけれど、それにしてもどういう風の吹き回しかしら。あなたが私に頼み事だなんて。それも誰かのために。古き友よ、私が手を下さずとも、あの者もまた因果律に導かれし一員死なのやもしれん。そうね、神は運命を与えたもん。出会いという運命を。イーノック村はこの先
森を抜けたところにあります。さあとっとと出発しようぜ、猿どもを蹴散らしによ。まったく足手まといだわ。一人の方がやりやすいのに。どうしてお師匠様はこんな連中が私の運命と関わるとおっしゃるのかしら。村は頼みましたよ、精霊さんたち。見つかったのか。ああ、見つかったよ。村を助けてくれるそうだ。そうか。さあ、中へ。